キム・キャトラルはイギリス出身の女優。彼女は HBO ホームコメディロマンスシリーズセックスザ・シティのサマンサ・ジョーンズ役や1980年代の映画ポリス・アカデミーゴースト・ハンターズの主要人物を演じたことで知られている。イギリスのリバプールで生まれるが子供の頃にカナダのバンクーバーに移住。11歳でロンドンに渡り演劇学校で学ぶ。 数年後にバンクーバーに戻り、高校卒業後には奨学金を得て、ニューヨークのアメリカ演劇アカデミーで学ぶことになる。アメリカ演劇アカデミー在学中に、プロデューサーの夫をプレミンジャーに認められてデビュー。1975年にローズバットで映画デビュー。多くのテレビにゲスト出演もしている。1980年代にはポーキーズや、 ポリスアカデミーなどのコメディ映画で活躍。また、舞台にも多く立っている。1991年に人気シリーズ、スタートレック6知の世界に出演した。1997年から始まった、セックスザシティでは PR 会社の社長、サマンサ・ジョーンズを演じ、番組のヒットに伴って世界的に知られるようになった。2011年2月26日、 セックスザシティにでの演技でラジー賞を受賞。キャトラルは3回の結婚歴がある。最初の夫ラリー・デイビスとは1977年に結婚し、1979年に離婚。その後、アンドレ・ジェライソンと1982年に再婚し、1989年に離婚。ライソンとはフランクフルトに住んでおり、ドイツ語を学んで流暢に喋れていたが、 キャトラルは、年月がだいぶ経ったため、ドイツ語を忘れてしまったと述べている。1998年から2004年まで、オーディオデザイナーのマーク・レビンソンと結婚していた。二人は2004年に、共著、サティスファクション究極の愛の芸術を発表した。また、キャトラルは、過去に、カナダ首相、ピエール・トルドー、ヒューストン・ドケッツのスター選手、カッティノ・モブリー。 ダニエル・ベンザリ、ミュージシャンのジェラルド・キャセール、フランスの哲学者、ベルナール・アンリ・レビ、俳優のアレクサンダー・シディングと交際していた。彼女は現在、ニューヨーク市、イースト・ハンプトンに住んでいる。2009年8月に出演した、BBC の番組、フード・ユー・シンク・ユー・アーの中で、祖父・ジョージ・ボーに関する不快な事実が分かったと告白した。ボーは、妻と、 当時8歳のキャートラルの母、二人の妹を含む家族を捨てて姿を消した。次の年に、某はダラム軍で新しい妻、イザベラ・オリバーと再婚した。そして、イザベラとの間に4人の子供を設けた。1961年にオーストラリアに移住して郵便局長として働き、定年後1974年に亡くなった。 ルネサンス期の名画を保護する運動の資金集めの一環として、ある写真家が現代人を使ってこの名画を再現した際、キムがラタイのダイアナ役を引き受けた。2008年当時52歳であった彼女のヌードは、他の20代のモデルに囲まれても全く引けを取らないと絶賛された。NHL のバンクーバーカナックスの大ファンでもあり、試合会場で応援しているところを、 よく目撃される。インデックスエントリー。フリーベンディー ONS2009 年8月12日閲覧。キムゲッツハーキットオフフォーアーツセークフードゥユーシンクユーアー BBC12-8 ヘレイ QHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.orange.co.uk スラッシュエンターテインメントスラッシュテレビジョンスラッシュ1 9 2 6 3 h t m h a t、Kim、k i m c a t t r a l l n e t キムキャトラルスピーキングジャーマンアッザ・ライフボール2008分でキムキャトラルイムインタビューコトラルワズイン・フランクフルト フロム1982通1985ハット柄キムキャトラルリブトゥインフランクフルトイズアンドレジェライセンインザエイティーズハットエ a エティシエスサマンサンドハズバンドライトフィメリオールガスムブック c o n t a c t m u s i c シードットムキャトラルファインズラブウィズシオスターセックスアンドザシティスターキムキャトラルエストラジックルーツ ウェールズオンライン、ウエスタンメール、二千九年八月十二日閲覧。名画を救うため、五十二歳のビヌードを披露した、SATC サバンサ。ムービーコレクション、h t t p w w w m o v i e c o l l e c t i o n j p n e w s t t t e l h t m l p イコール百五十八二千十三年六月二十八日。 閲覧、ありがとうございます。